私が洗いますから、源次さんとカノン君は少し休んでいてくださいな。何か飲みます？私は結構。カノンは？僕も結構です。お二人とも早朝から大変だったでしょう。参ってしまうのも仕方ないことですよ。ひどい死に方を。死に方のことは忘れなさい。ただ運がなかっただけだ。そうですね、ただ運がなかっただけです。シャノンちゃんが死んじゃったなんて未だに信じられませんよ。本当にかわいそうに。もう会えないなんて嘘みたいですよ。もう一度あの子の笑顔が見たかったのに。どうしてベアトリーチェ様はシャノンを。生贄が欲しかったなら他にも大勢いただろうに。どうして、どうして。ただ運が悪かっただけだ。少しの運が違えば。シャノンの代わりにあそこに横たわっていたのは私だったのかもしれないし、お前だったのかもしれない。あるいは他の誰かだったのかもしれない。全ては運命だ。源氏様、奥様の部屋の扉に血のような跡がついていたとおっしゃっていましたね。シャッターに書かれていたのと同じもので。うん、気味の悪い跡だった。まるで血のついた指でドアノブを引き抜こうとするかのような。部屋、扉をかき破ろうとしたのか。そんな気味の悪い跡だった。ベアトリーチェ様が奥様の部屋を訪れて、そして扉を開こうとしたけれど開けなかった。どうして奥様は生贄を免れたんだ。もし奥様が選ばれてたなら、シャノンは、シャノンは死ななくて済んだのに。面白そうな話じゃねえか。俺も混ぜてくれよ。バトラ様、これは失礼いたしました。便所って言って抜けさせてもらったのさ。ずっとあの部屋に閉じ込められてると窒息しちまいそうだったからな。水でも飲ませてもらおうかと思ったら面白そうな話が聞こえてきたんでよ。頭なんか下げなくていいぜ。今の話の続きを聞かせてくれよ。今のは別に。ちょいと前から話は聞かせてもらってるんだ。今さら隠すなよ。だから担当直入に聞くさ。ベアトリーチェってのは何者だ。どうやらおとぎ話の魔女ってだけじゃなさそうだな。昨夜までなら俺は無関係さ。だがな、今朝からは違う。親父たちを殺された時点で俺は立派な関係者だ。俺にもそのうさんくさそうな話を聞かせてもらう資格があるはずだぜ。バトラさん、
手を離してやってくださいな。別にカノンさんは隠しているわけではないのです。じゃあ離してくれたっていいじゃねえか。仲間外れたら寂しいぜ。お話しすることはできます。ただバトラ様がお気を悪くなされるかもしれませんので、カノンは躊躇しているのです。躊躇なんて男らしくねえぜ。内緒にされる方が気持ち悪いさ。聞かせてくれよ。どうせ明日までできることはないんだ。多少はうさんくさい話の方が退屈も紛れるってもんだぜ。わかりました。何でもお聞きください。お話しします。ああ。じゃあ聞くぜ。ベアトリーチェってのは一体何なんだ？俺が知ってる限りでは、ロケン島の森に住まう魔女ってことになってる。森に入ると危ないからってんで。ばあ様あたりが作り出した脅し話だって聞いてる。違うのか？いえ、違いません。その通りです。ベアトリーチェ様は、ロッケン島の森に住まわれる魔女であらせられます。バトラ様、にわかには信じられないでしょうが、ベアトリーチェ様は存在するのです。親方様に莫大な黄金を授け、長いことおそばにお仕えした、実在する方なのです。はあ？よせやい、よせやい。じい様の受け売りを言うのも、給料のうちだってのか？なるほど。源氏さんが断るだけはあるぜ。こいつは確かに正気じゃ気を悪くする。つまり、ベアトリーチェっていう名の人物は実在するんだな。はい。親方様がこの島にお屋敷を構える以前からずっとお仕えしている方でございます。おそらく私よりも長くお仕えしているでしょう。なんてこった。キリエさんの仮説は外れたな。爺様にベアトリーチェという名の腹心は実在したってわけだ。そいつは今この島にいるんだな。はい、いらっしゃっていると思います。曖昧な言い方だな。ってことは昨日今日そいつの顔を見たってわけじゃなさそうだな。はい、大変申し上げがたいのですが、そのなんだよ、そこで切るなよ。寸止めみたいで気持ち悪いぜ。お顔を見ようにも、ベアトリーチェ様にはお姿がありませんから。お姿が？なんだって？ベアトリーチェ様にはお体がありません。ですから、ベアトリーチェ様がお望みにならない限り、私ども凡庸ではお姿を見ることすら叶いません。ベアトリーチェ様が人の姿をされていた頃の絵が、あの肖像画のものなのだとか、そのお姿を懐かしみ、よく肖像画の前に佇まれているそうな。ベアトリーチェ様は時折、輝く蝶の姿に身を変えられて現れることがあります。万一、お屋敷の中でお見かけした場合には、決してその後を追ってはならない決まりです。追えば不幸があると囁かれています。その禁を破り、大怪我をして辞めた使用人も実際にいます。おいおい、マジかよ。あんたら、本気でそんな話をしているのかよ。バトラ様、すでにベアトリーチェ様がお越しになっておられます。そのようなお言葉は、よろしくないかと思われます。ベアトリーチェ様は、ご自身を冒涜される方を好みません。その存在を疑えば、
必ずや不幸が降りかかるでしょう。バトラさん、気持ちの悪いお話とお思いでしょう。ですがね、ベアトリーチェ様はいるんですよ。います。それを疑われることを。ベアトリーチェ様はことのほか嫌われます。わかりませんか、バトラ様。ベアトリーチェ様は今すでにここにお越しになっております。おいおい、よせよ。俺そういうのは弱いんだぜ。脅しっこなしにしろい。バトラさん、お願いですから、ベアトリーチェ様を冒涜することはおやめください。悪いことは申し上げません。いや、いるって言われてもよ、俺には何も見えないぜ。今俺の隣にいるとでも言うのかよ。冗談よせやい。波長の合う合わないは生まれつきだよ。バトラは生まれつき波長が合わないタイプなんだよ。だから見えない、会えない、話せない。ベアトリーチェの一番嫌いなタイプだよ。ベアトリーチェのことが知りたい？ベアトリーチェはね、千年の魔女なんだよ。あらゆる悪魔を使役し、錬金術を極め、賢者の石を生み出し、莫大な黄金を生み出すことができる。おじい様は彼女と契約することで、後ろ宮家に莫大な富を築いたんだよ。昨日私がベアトリーチェの手紙を読んだでしょ？あれは本当なんだよ。ま、バトラに信じろと言っても無理な話だろうけど、六感が生まれつきさっぱりみたいだからね。なんだよそれ。魔女？悪魔？そんなの誰に聞いたんだよ。ベアトリーチェ本人に聞いたんだよ。マリア、聞くだけ野暮だろうが、もう一回聞くぜ。昨日、マリアにあの手紙を渡したのは誰だ？ベアトリーチェにもらったって、何度言えばわかるかな？わかんないよね。見えないんだもんね。信じられないもんね。バトラ、まだわかんない？ベアトリーチェ様がいるのが。いるって、どこにさ？だからベアトリーチェ様がここにいるのが。ベアトリーチェは千年を生きた偉大な黄金の魔女。でも波長の合う人間にしか自分の姿を見せられないし、話しかけられない。だからね、それがとても悲しいんだよ。だからバトラみたいな生まれつき魔法のセンスもかけらのない人に存在を否定されるのがものすごく嫌いなんだよ。バトラは幸運だよ。
昨日私にお守りをもらっていてよかったね。それを身につけていなかったら、今頃ベアトリーチェのどんな呪いが身に及んでいたか分かったものじゃない。本当に幸運なんだよ、バトラは。ああ、あのサソリのキーホルダーかよ。あれって安っぽい景品か何かだと思ってたんだが、ちとはご利益あったってことなのか。それがなかったら今頃バトラがあの倉庫の中で顔面を砕かれて生贄にされていたんだよ。幸運だったよ、バトラは。そうか、あれがなかったら俺は今頃殺されてたってのか。なんでバトラはベアトリーチェを信じないの？いるのに。今そこにほら。ね、信じる気になったでしょ？信じなよ。マリアにお守りをもらったことを感謝しながら、あれがなければバトラは今頃倉庫の中、代わりに誰か一人が助かっていたかもしれないね。じゃあ全然ダメだぜ、マリア。ってことなら悪いが、ああ全然ダメだ。お前が傷つくだろうと思ったから俺黙ってたけどよ。お前にもらったお守りを俺ポケットに入れたつもりだったんだけどよ、どっかに落っことしちまったんだぜ。だから俺が今この瞬間に無事なのはお守りのおかげでもねえし、なら魔女様の呪いがあって当然なのに、今この瞬間もピンピンしてる。悪いが俺は自分の目で見たものしか信じねえ。ダイロか？波長？魔法のセンス？悪いが俺はそういう前唾なもんは一切信じねえぜ。クラスの女が霊感がいいの悪いのって言い出すのを聞いてると虫図が走るのさ。あんたらがいくらじい様に給料をもらってるか知らねえが、俺を妙な宗教に勧誘しようったってそう簡単にはいかねえってことをよく肝に銘じておきやがるってんだ。バトラ様、カノン君たちが信じるのは自由だぜ。だが俺が信じるかどうかは常に俺が、悪いがこの目で見るまでベアトリーチェなんてうさんくさいものの存在を信じるわけにはいかないぜ。それでいいんじゃない？いずれお前のような波長が全然合わない人の目にもベアトリーチェは見えるようになる。もうじき蘇るんだよ、ベアトリーチェはね。そうしたら一緒にいっぱいお話をしたり遊んだりしようって約束してるんだよ。疑う必要も無理に信じる必要も全くない。現れるんだよ、もうじきね。
確かに、マリアちゃんは魔女とかの話になると人が変わるね。昨日、海岸でバトラ君も見たでしょ。あの、サソリのキーホルダーの時か。いや、あんな機嫌を損ねるみたいな感じじゃなくてよ。まるでその、二重人格みたいな感じで。ああ、たまにそういうこともあるな。さっきマリアが魔法陣の話を始めた時みたいなやつ、たまーにあるぜ。気持ち悪いけどな。あれってのは何なんだ？マリアは二重人格か何かなのか？それとも、本当に霊感が強かったりとかして、そういうのに憑依されたりとかしちまうのかよ。そういうのじゃないと思うよ。バトラ君にも経験ない？小さい頃、自分以外の誰かになりたかったなんてこと。成長期の根底には子供から脱却したいというひよこが殻を破るのに似た衝動がある。子供と大人の違いは何かわかるかい？年齢？それとも体格？違うよ。経験だよ。大人が子供を見下すのは人生経験が少ないからだよ。子供が何を言っても鼻で笑ってしまうのは世間知らずのくせにと見下しているからだよ。ああ、そういうのわかるぜ。子供の頃って妙に人生ってもう悟り切ったようなことを口にして年長者ぶりたくなるよな。大人は子供が何を言っても世の中甘くないとか社会に出ればわかるとか鼻で笑ってる。まあ実際そうなんだけど、子供的にはそういうのって見下されてるみたいでムカつくんだよな。なるほどな。知識や経験の有無か。確かに年齢だけ無駄に食ってても尊敬はされねえよな。となるとつまり、子供から脱却したいという衝動を持つ時期に、かつ他者とは違うという個性を持ちたくなる。子供からの脱却がつまり、知識や経験なのだとしたら。なるほど。他人の持ち得ない知識を持つことが、一つのアイデンティティになるわけか。小学校の頃なんかさ、クラスの誰も知らないことを知っていたり、持っていたり身につけていたりするとヒーローになれたよな。バトラもそういう経験あるだろ？あるある。何か一芸に秀でたいと思うお年頃って確かにあるな。なるほど。それが子供からの脱却、つまり成長期ってわけか。健全な意味での成長期は、そうして没個性を脱却するために人が持たない知識やスキルを身につけることを促す。これは社会学的にも面白いことだよ。人が没個性を嫌うために人と違う技術を身につけようとする。これにより社会は幅広い技術を獲得して立脚する。神々の高度なプログラミングに驚かされるね。まあ個性がネガティブに働くこともあるぜ。クラスみんなが真剣に勉強してるから俺だけはサボって目立とうとかよ。でもまあ、誰も飛べない飛び箱を飛んでやりたいとか、成績のいい連中を周回遅れにさせてやるぜって、マラソンで全力疾走とか、そういう気持ちはあったな。勉強はダメだったから、少なくとも運動では見返してやるぜって根性はあった。なるほど。ちゃんと成長期してるな、俺。男子って、やっぱり肉体的な方面に関心が向くよな。でもよ、同じ時期に女子は、精神的な面に向きやすいんだよ。バトラのクラスの女子にも占いとか霊感とかそんなこと言ってる女子連中のグループがあったりしただろ？あーあー、あったあった。人の星座とか血液型とか聞いてきて
ああ、やっぱり、クスクスとか笑われると、大いにムカついたもんだぜ。どこのクラスに行っても、女子は占いが好きだし、決まって霊感に強いだの弱いだの、感受性がどうこう、見えないものが見えちまうだの、そういう手合いが必ずいたもんだぜ。占いも霊感も、学校では教えないものだからね。男の子と違い、内向的な世界に関心を持ちやすい女の子にとって、それはアイデンティティを確立しやすくて、かつ興味深いジャンルなんだよ。男子が成長期に入ると急に悪ぶったりして大人に反抗を始めるのと全く同じに、女子も成長期に入るとそういうのに興味が出るようになるんだよ。私はそうでもなかったけどさ。うん、つまりマリアがオカルトに関心を持つのは年頃の女の子としてはそう珍しくもないってことか。さっきも言った通り、大人になるというのは知識や経験を持つことを言う。だからそれを得るために子供たちはいろいろなことを学んで、子供を脱却しなければならないんだけど、子供の世界に今も昔もはびこっているある便利な妄想があるんだよ。わかるかい？漫画やアニメに多いだろ。ほらあれだよ、前世の記憶が蘇ってとか、偉大なるなんとかの魂が乗り移ってとか。ああ、他にも遺伝子が覚醒したりとか、封印されていた能力やら記憶やらが戻ったりとか、いろいろあるな。どういうわけか、あの時期はそういうのがやたらと流行るもんさ。どうしてだ？今挙げたキーワードはすべて子供の自分に知識や経験を直ちに付加できる幻想だからだよ。9歳の女の子も千年を生きた魔女が私に憑依していると言い出せば、1009歳のアイデンティティが得られるわけだからね。まあつまり勉強するのは面倒くさい、でも人とは違うスキルを持って周りに威張りたい、チヤホヤされたいっていう連中にとっては便利な妄想なんだよな。あとは子供からの脱却願望には必ず自分の理想像の自己投影が行われ、その願望の姿が別人格として形成されることが少なくない。バトラ君だって家と学校では多少キャラクターが違うということがあるんじゃないかな。多分家での自分の姿をクラスの友人たちに見せるのは恥ずかしいはずだよ。学校の自分は自分のなりたい姿の投影で、家の自分は本来の姿だから。つまりキャラクターの使い分けというか、人格の多重化はごくごく当たり前だと言いたいわけか。オカルトが好きな女子はそれを憑依と言ったり覚醒と言ったりするぜ。正直ドン引きするくらいにキャラを変える子もいるよ。男子にもいるだろ、キレたとか言ってやたらめったら粗暴キャラに変身するやつが。あれ本人はかっこいいと思ってるんだろうけど、見てて痛いよな。つまりおさらいするとだ、マリアくらいの年頃の女の子がさっきみたいな不気味な二重人格みたいなのを見せてもそれほど珍しいものじゃないと言いたいのか？簡単にまとめるとそういうことだね。アイデンティティは自己を形成するための大切なもの。それをバカにしたりするとかえってその殻に閉じこもってしまうこともある。だからほどほどに付き合ってあげるのが大切なんだよ。それを丸ごと受け入れてあげるのが親の包容力というものなんだけどね。兄貴、それで独身って信じられねえぜ。もう子供が中学くらいに上がってそうな貫禄さ。じゃあローザおばさんもあのマリアの二重人格についてはよく知っていたのかな？知ってたぜ。ここだけの話、ローザおばさんはすっごく嫌がってた。気持ち悪いし、クラスでますます孤立を深めるだけだって。だからマリアがオカルトの話を始めたり魔女みたいな声で笑い出したりすると必ずビンタしてたぜ。だからマリアもローザおばさんがいる時にはそういう話をしないようになったみたいだけど。
ジェシカ、ベアトリーチェの話ってのは、俺の認識では森に子供たちが迷い込まないようにってんで作った大人の脅し話だってことになってんだが、この屋敷じゃ違うのか？私もバトラと同じ意見だぜ。こんなのは子供に言うことを聞かせるために親が作った間抜けな階段だと思ってる。でもそうだと口にはできない空気が屋敷内にあることは否めないな。おじい様がベアトリーチェは存在すると公言されているからね。使用人たちは立場上それを疑えないし、クラウスおじさんたちもおじい様と喧嘩がしたいわけもないから表向きは口を揃えてる。だから多分このお屋敷ではベアトリーチェの存在を疑うことはある種のタブーだと思うんだよ。年に一度しか来ない僕たちと違ってね。そうでしょ。ジョージ兄さんの言う通りだぜ。みんな腹の中じゃ信じてるわけじゃない。でも表向きはその存在を認めてる。ほら、神様の存在を認めるようなそんな雰囲気だよ。実際にはいないことを知っててもそれを口に出して否定したら野暮みたいな空気だな。使用人たちの間ではどういうことになってんだ。やっぱり雇い主のじい様がいるって言ってんだから、それに口調を合わせてるわけか。さあ、詳しくはわからないけど、使用人たちの間ではベアトリーチェの話はある種の怪談扱いになってるよ。ほら、昨日海岸でシャノンが話してくれたろ。夜見回りをしている時不気味な何かを見かけたとか、そういう話。他にも、鬼火や輝く蝶々が舞っているのを見たという使用人も、カノン君もそれらしいものを、以前、夜の見回りの時に見たことがあると言ってました。あと、最近では、お屋敷の中で深夜に、不思議な足音をよく聞くと、使用人の間で話題です。私たちは、肖像画の中のベアトリーチェ様が、姿を消して、お屋敷の中を散歩しているんだろうと囁き合ってるんですよ。ずいぶん前ですが、私もそうかもしれない足音を夜の見回りの時に聞いたことがあります。あ、でも怯えることはないんですよ。ベアトリーチェ様は親方様とは異なるもう一人のお屋敷の主です。だから変に怯えたりしないで、敬意を持っていれば、決して悪いことはしないのだそうです。ただし、敬意を持たないと恐ろしいんだったね。はい。私が勤めを始める直前に、階段を転がり落ちて腰に大怪我をして辞めた方は、ベアトリーチェ様のことを悪く言っていたそうです。だから使用人たちは、ベアトリーチェ様のお怒りに触れたのだろうと、噂し合ったそうです。敬わないとお怒りに触れて怪我をする。つまり使用人たちにとってベアトリーチェって存在はお稲荷さんにいたずらしたらお狐様のたたりがあるってくらいには信憑性があるわけだ。
じゃあ、つまり、この島で、とても人間技とは思えない何かが起これば、それはベアトリーチェの仕業だ。となるわけか。うん。シャノンちゃんも言ってた気がするな。ちゃんと閉めたはずの窓や扉や鍵が、もう一度見回りに来たら開いていたとか、消したはずの明かりがついていたり、つけたはずの明かりが消えていたりとか。んで、確かジェシカは、朝出かけようとしたら、カバンが見つからないのもベアトリーチェの仕業だってふざけてたんだよね。よく覚えてるな。普通なら妖精さんが隠したとでも言うところが、この島ではベアトリーチェが、になるってだけの話だぜ。ま、そんなくだらない話さ。このお屋敷も、築30年くらいになるそうだからね。それだけになれば、多少の怪談やオカルトは生まれてくるものだよ。学校の七不思議なんかのようにね。そこで、チェス盤をひっくり返すぜ。え？つまり、この島では、人間にはできないことは、ベアトリーチェの仕業と置き換えることができるルールがあるってわけだ。人間にはできないこと。人間は何人だ？18人だ。つまり犯人は、この島のルールに則って、この事件は魔女の仕業だとアピールしてることになる。つまりそれは、19人目の仕業ですよと、訴えたくて仕方がないわけだ。気に入らねえぜ。全然気に入らねえ。気に入らないって、何がだよ。仮に、不可視の19人目が存在して、そいつが自分の存在をアピールしたいなら、俺ならもっと完璧なタイミングでやるぜ。完璧なタイミングでってのはどういう意味だい？ああ。だって、事件は深夜から未明にかけて起こったのは、深夜まで話し合いをしてたり、夜勤をしてたり、あるいは部屋に帰って寝ていたり、どいつもこいつもアリバイがあやふやで、十分内部犯行が疑える段階だ。ジョージの兄貴も、エヴァおばさんに聞かされてるんだろ？内部犯行の可能性が高いって話。うん、まあね。つまり、不可視の19人目が実在したなら、最初の事件は自分のアピールに失敗してるんだ。不可視の19人目をアピールするためには、死んだ6人以外の12人が、全員白であることが確定している状況下で行われなければならない。疑わしい人間がゼロにならなきゃ、自分の存在をアピールできないんだよ。だから、全員のアリバイが一番あやふやになる深夜の時間帯は、19人目にとって、自分が一番あやふやになる時間帯でもある。にもかかわらず、その時間を選んで犯行に及んだ。そんな時間に犯行を起こせば、18人の誰かが疑われるのは明白。にもかかわらず、マリアに手紙を渡して魔女を名乗り、誰もが自分でないと否定している。つまり、ベアトリーチェという19人目がいるように見せかけたい人間が、18人の中にいると、こう言いたいのかよ。なんだかぶっ飛んだ発想だな。まだお袋の屋敷の外に不審者が潜んでいるって話の方が信憑性があるってもんだぜ。まさかバトラは、この客間の中に犯人がいると疑っているのかよ。ああ。何者かが、俺たちにベアトリーチェが存在すると、認めさせようとしている。そうさ。夕べのあの手紙から、もう事件は始まっていたんだ。証拠も根拠も何もねえけどな。チェス盤を逆さにした限りじゃ、俺の見立てはこんなところだ。ぶっ飛びまくってるにも程があるぜ。妙な推理小説の読みすぎじゃねえのかよ。でも、無視できない着眼点もあるね。19人目がいるかいないかは別にしても、その犯人は確実にこの島のルールにのっとって何かを仕掛けてきている。僕はね、今バトラ君の話を聞いていて、少しだけ気持ち悪いことを思い出してたんだよ。気持ち悪いことって？うん、覚えてるかい？ベアトリーチェの手紙。ベアトリーチェは李氏の回収を行うと言っていたね。そして李氏とは、後宮家のすべてだと言った。言ってたぜ。確かに言ってた。そして李氏の回収をこれから行うが、黄金の謎を解いたら、
その権利を失うとも言ってたよな。おじい様は黄金を授かり、後ろ宮家を再興した。つまり黄金を資本に生み出したもの全てが利子だってベアトリーチェは言っている。つまり。冗談きついぜ兄貴。まさか後ろ宮家の全て、つまりじい様が生み出したもの全てってことは、じい様から血を分けた一族のことを指すってのかよ。あの手紙をそう読み解いたなら、この殺人はベアトリーチェが行った正当な利子の回収ということになる。となればこの事件はまだ続くよ。利子の回収はまだ途中なんだからね。私たち全員を殺すつもりかよ。でもおかしいよジョージ兄さん。ならどうして6人だけ？他に大勢殺せたはず。下手をすれば寝込みを襲って全員を一晩で殺すことも可能だったはず。どうしてそれをしなかったの？特別条項だよ。黄金の謎を暴く者が現れたら利子の権利は失われる。そして手紙の最後にはこう結ばれていたはずだよ。おじい様の黄金の謎をみんなで解いてみろとね。ジーザス、ようやく犯人のメッセージが分かってきたじゃねえか。つまり犯人は俺たちにじい様のあの碑文の謎を解いてみやがると言ってるわけだ。しかもぼやぼやしてればどんどん利子の回収を進めちまうつもりだ。確かに。そう考えると、あの怪しい手紙も納得がいくっていうもんや。その動機はなかなかええ線を言っとると思うで。マリアちゃんに手紙を渡したのが誰かはさておきな。おお、ベアトリーチェはいる。おお。隠し黄金など存在しません。ですが。その存在を盲信する犯人がお父様の黄金を目当てでそれを私たちに解かせて横領を企んでいるという動機はなるほどと頷けるものがあります。しかしならばなぜ後宮家の主要な人物ばかりを最初に殺したのです？道理ですな。謎を解かせるなら金蔵さんに近しい人物を先に殺すことは得策ではないはずです。そうね。それにその論法で行くんだったら最初にお父様を脅迫した方が早くない？私たちに謎を解かせるよりも本人に答えを聞いた方が早いはずよ。確かにその通りや。もっともお父さんが並大抵の脅迫で口を割るとは思えんが。金蔵さんをよく知る方なら金蔵さんが並大抵の脅しには屈しないことをよく存じているでしょう。
これだけの財産を持つ後宮家を背負われる方です。今日まで様々な攻撃や脅迫にさらされてきました。それら全てに打ち勝ってきたからこそ今日の繁栄があるのです。それに関しては私も同感だぜ。うちのじい様が脅されて何かに従うなんてちょっと想像もつかないぜ。ジェシカ、言葉遣いがはしたないです。はい。ならこういう発想はどうだろう。いや、これもぶっ飛んでるか。犯人が隠された黄金が狙いってんなら、俺たちに解かせるのは効率が悪い。謎を作った本人に答えを聞く方が手っ取り早いさ。ジャーさん、これはつまり全てじい様に宛てたメッセージってことじゃないのか。話じゃない。つまりお父様はどこかに監禁されていて、黄金のありかを話さないと次々に殺人を繰り返すぞと脅されているわけ。その話のどこが面白いのか理解に苦しみます。この時間になっても姿を現さない以上、おじい様が事件に巻き込まれているのはほぼ間違いないと思います。それを思えばバトラ君の仮説も無視することはできないんじゃないですか。ジョージは黙ってなさい。そもそもお父様っていついなくなったのかしら。最後にお父さんの姿を見たのは誰や。多分私でしょう。今朝主人たちの姿が見えないと騒ぎになった時、お父様の書斎にいるかもしれないという話になり、私がお部屋にお伺いしてそこでご挨拶をしました。そういえば書斎の鍵をずっと借りっぱなしですね。源氏、これは返しておきます。ねえ源氏さん、どうせ警察はお父様の部屋も徹底的に捜査すると思うわ。何を隠していてもどうせ暴かれちゃう。だったらちょっと早く今この場で話してくれてもいいんじゃないかしら。何のお話でしょうか。シンプルな話よ。お父様の書斎はその鍵がなければ外から入ることはできない密室よ。その定義の確認をしたいの。お父様の部屋には入り口が一つある。あとは窓、他に出入り口は。ありません。中に入るには入り口しかありません。間違いなくね。秘密の隠し扉なんかがあったりはしないのね。お父様が不在である以上、後宮家の最高序列者は私よ。その後宮家の当主代行として聞いているの。それを理解した上で答えなさい。あの部屋には入り口以外に他に出入り口は。お父様の最高の側近だったあなたは知っているはずよ。カノン君も熊沢さんも知ってるなら教えてくれない。あるならあるって言ってくれた方がいいの。じゃないと今からある人がとても追い詰められることになるわよ。隠し扉があると仮定されたら私の話は全て水の泡。母さん、何の話。ジョージは少し黙ってなさい。どうなの？
ゲンジさん、カノンくん、そして熊沢さん、隠し扉はあるの？ないの？ゲンジさんはお父様が書斎を改造した時、施工業者の監督をしていたはず。知らないとは言わせないわよ。そのようなものは親方様の書斎にはありません。間違いなく片翼のわしを許されたカノンくん。はい、間違いなく親方様の書斎に隠し扉などありません。熊沢さんは？いえ、私も聞いたことがありませんよ。お父様と親交の深い南條先生は？私もそんなものは聞いたことがありませんな。結構。じゃあいい？話を始めるわよ。とってもシンプルな話なの。お父様を最後に目撃したのは夏日姉さんよね。詳しい時間は忘れちゃったけど、今朝の9時前くらいのことだと思ったわ。姉さん、覚えてる？私、あなたがお父様の書斎からちょうど出てくるところに出くわしたわよね。ええ、覚えています。それが何だというのですか？そして次に姉さんがお父様の書斎を訪れたのは、兄さんたちの遺体が見つかってからよね。それを報告しに書斎に上がり、そこで私と一緒に不在を確認したわ。ところで姉さん、その時お父様の書斎に入ろうとして気づいたことはなかったかしら？気づいたこと？何のことですか？ほーら、ゴミを拾ったでしょう。畳んだレシートを。確かにそんなゴミを拾った気がします。それが何か？そのレシートは私が飛行場に着く前に寄った売店で飴玉を買った時にもらったものよ。ああ、あの時に買った飴のレシート。でも母さん、そのレシートの話が何と関係あるの？ジョージ、もうちょい黙って聞いとってや。本当にこれは気まぐれよ。何かを予見してたとか、ましてや夏日姉さんを罠にかけようとか、そんなのじゃ断じてないんだから。実はね、そのレシート、姉さんがお父様と最後に会って出てきて、そこで私と会ったでしょ。その時書斎の扉に私が挟み込んだものなのよ。ってことはどういうことですか？つまり夏日おばさんがそのレシートを拾うまで誰もドアを開けていない。ちょっと待ってよ、エヴァおばさん。レシート挟むなんてバレバレだって。小さまが外出した時に気づいて面白がってもう一回挟み直した可能性も。もちろんバレないようにレシートは小さく折りたたんだわ。でもね、レシートが落ちるところを仮に見たとしても、扉のどこの高さの部分に挟み込んであったかは正確にはわかんないんじゃない？私は夏日姉さんが鍵を取り出している間に確認したわ。レシートが挟み込まれた位置は寸分の1ミリの違いもなく私が挟んだ場所だった。なぜそんな子供じみたいたずらをされるのか理解できません。大方、私の部屋の扉にいたずらをしたのもあなたでしょう。夏日さんの部屋の扉？不愉快な話だったので話しませんでしたが、今朝目が覚めたら扉の外側にあのシャッターの落書きと同じと思われる赤い塗料でいたずらがされていたのです。かきむしったような気持ちの悪い跡で。なんやその話、なんで今まで黙っとったんや。申し訳ありません。あの後立て続けにいろいろと恐ろしいことが起こったため、今の今まで失念していました。知らないわよそんなの。
私がしてるのは姉さんの部屋じゃなくてお父様の部屋の扉の話よ。姉さんがお父様がいるのを確認してから私と一緒に不在を確認するまでの間、あの扉は一度も開かれてないのよ。扉を使わずどうやってお父様は外に出たのかしら。そんなことは知りません。私が知りたいくらいです。夏日姉さんの他にお父さんの在室を確認したのは誰や。ゆうべ金蔵さんとチェスをしたのがあった最後ですが、夕食の直前までご一緒だったはずです。それより後の時間は誰かおらんのか。私です。昨夜の晩餐のお世話をしております。はい、僕とシャノンも一緒でした。ここまでは間違いなくお父さんも部屋にいたやろな。だがな、夏日姉さん不在だった書斎は窓も扉も全て閉め切られた状態だったそうやないか。なのに夏日さんは今朝お父さんに会って話をしたいうと。私には皆さんが何を契約になっているのか分かりません。どなたか説明してくださいますかな。父さんと母さんは、夏日おばさんが今朝おじい様に会ったというのは嘘だと言っているのかい。嘘なんかつくもんかよ。母さんは潔白だぜ。なんで嘘なんかつくんだよ。ジェシカ、言葉遣いを直しなさいといつも言っています。複数の人間の目撃があるのは昨晩までよ。でも今朝以降お父様の姿を見たと称するのは夏日姉さんただ一人。そして私の挟んだレシートが物語る奇妙な事実。さあこの点と点はどうやれば結べるのかしら。なんで母さんが嘘をつかなきゃならないんだよ。その理由がねえじゃねえかよ。その理由は私も知りたいわよ。でもね、ジェシカちゃん、お父様の材質を偽る価値が全くないとは限らないのよ。推理小説でもたまに出てくるでしょ。生存時刻を偽ることによって自分のアリバイを偽証するトリックよ。なんだそりゃ。そんなの聞いたことないぜ。お父様はまだ見つからないけれど、普通に考えればもう殺されていると考えるのが自然でしょうね。となれば必ず近いうちに死体は見つかる。その時死亡時刻をうまく偽ることができれば夏日姉さんはアリバイを作ることができるのよ。わかる？みんな。推理小説など所詮は娯楽小説。そんなものばかり読んでいるからそのような不謹慎な発想に至るのです。そうだぜ。死亡時刻を少しくらいごまかしたってそんなの警察が検視すりゃ一発でバレるじゃねえかよ。古典の世界だったらともかく現代日本でそんなトリック本気で通用すると思ってんのかよ。おかしいぜ。そうかしら。今朝南條先生が亡くなった人たちの死体を見て死亡時刻を曖昧に見積もられたわよ。検視結果は環境や個体差に非常に左右されやすい数時間単位で誤差の出る非常にアバウトなものなのよ。しかも困ったことに
警察の科学的な捜査は明日にならないとできない。そこまでの正確な死亡時刻を測ることなんて、ジェシカちゃんの言う現代日本でもそうそう簡単なことじゃないのよねえ、南條先生。検視は経験と勘の必要な非常に難しい作業です。誤診率も非常に高いと聞いております。確かにほんの数時間程度の誤差を出してしまうことは大いにあり得るでしょうな。しかしアリバイの世界は数時間もあれば十分やで。古典のトリックとちゃう、十分に通用するトリックなんや。夏日姉さん、わしらあんたを疑いたいわけやないやで。疑いとうないから潔白を示してほしいだけなんや。何の潔白を示せというのですか。今朝私は確かにお父様にお会いしました。そして心の中に片翼のわしを刻めとお言葉をいただいて、あのお言葉をも否定するというのですか。それだけは断じて許せません。お父様がかけられた言葉までも否定することは断じて許せません。あるいはお父様の遺体は出てこないのかしら。普通失踪は死亡宣告に7年かかるもの、余命残りわずかなお父様を7年も延命し、その財産を独占するにはなんともうまいやり方じゃない。聞き捨てなりません。それ以上は聞き捨てがなりません。私は後ろ宮夏日、この身に片翼のわしをまとう資格はなくとも胸の中に鹿と刻まれています。当主跡継ぎのクラウスの妻として、その責務を代行する私に向かって何たる暴言。何、その銃で私を撃つの。いいわよ、撃っちゃえば。どうせ言い逃れも思いつかなくて苦し紛れなんでしょう。やりなさいよ、暴力で真実をごまかしてごらんなさいよ。このー奥様、どうかお気をお静めください。母さんは嘘なんかついてない。ならこんなの聞き捨てなきゃ。落ち着いてえな夏日姉さん。確かにお父さんは部屋にいたと誓ってくれればいいんやで。それだけなのになんでそんなに取り乱しとるんや。それもそうです、夏日さんは嘘をついていない。それだけのことじゃありませんか。だから説明してほしいのよ。お父様がどうやって部屋からいなくなったのか。窓は内側からしっかり閉じられていた。扉も同じよ。今朝夏姫さんが間違いなくお父様に会ったというなら、夏姫さんには開かぬ扉の密室からいかにしてお父様が部屋からいなくなったかを説明してもらわなくちゃ。じゃないと姉さんが嘘つきってことにやっぱりなっちゃうものね。あなたという人、どこまで私を愚弄すれば。反論したいならぜひしなさいな。そうね、今すぐこの場で釈明をしてみなさい。そうしたらあなたを疑ったことを謝ってあげてもいいわ。あの書斎の密室からお父様はいかにして抜け出したのか。そんなこと説明もできませんし不要です。そうなら私が説明してあげるわよ。私の立場も姉さんの立場もいいとこ取りのとても仲良しな説明なんだから。姉さんの言う今朝の時点でお父様が在室していたことを信じてあげるわよ。でも次に扉が開かれた時にお父様はいなかった。ここまでは依存ないわよね。あなたの言うことにこれ以上耳を傾ける気はありません。その軽薄な口を慎めなさい。私の推理はこうよ。扉から姉さんしか出入りしていないことは私が2回確認している。そしてレシートもそれを立証しているにもかかわらず、お父様を部屋から出すパズルの答えは窓よ。窓から出したのよ。夏日姉さんはお父様を3階の書斎の窓から中庭に突き落としたのや。
踊れ！奥様、こらえてください。エヴァ様、どうかおやめくださいませ。その後、中庭に転落して死んだお父様の遺体は、夏日姉さんが屋敷内の戸締まりを確認すると言って出て行った時にどこかへ隠したのよ。多分その時に死亡時刻を偽る工作もしたんでしょうね。クラウス兄さんたちの事件も、さらに昨夜のビアトリーチェの事件もひっくるめて、ナスシさんが怪しい可能性が非常に高いっちゅうことだ。本当ならこんなことを言いたくはない。だがもうぶちまけてしまったからには仕方がない。頼むわ夏姫姉さん、どうか自分の無実を説明してくれんか。さもないとわしはあんたを疑わなきゃならんのや。なぜこの私が、この私が、後ろ宮夏姫が、このような恥ずかしめを。ダメだな、全然ダメだぜ、エヴァおばさん。ダメって何がだよ、バトラ。全然ダメって何が？バトラ君、聞かせてよ。一方からしか見られないから、夏日おばさんしかありえないって思い込んじまうのさ。別に夏日おばさんを擁護するわけじゃねえが、そんなハッタリのチェックメイトじゃ通用しねえってことさ。レシートを軸にした推理はまずまずだとは思う。筋は悪くない。だが俺の採点じゃせいぜい65点ってとこだ。これが答案なら居残りで補習ってとこだぜ。あら、じゃあレシートで封印されている扉をどうやって破ってお父様を失踪させられるというの？私の説以外に。エヴァおばさんの説は確かに面白い。そしてその説以外に、じい様が失踪できる方法がないって言い切れるなら、最終目撃者である夏日おばさんが黒であると確かに言い切れるだろう。だが夏日おばさんが無実で濡れ衣である可能性が残っている以上、そうだと断言することはできねえ。ならバトラ君は夏日姉さん以外の誰にお父様を失踪させられたというの？姉さんしかありえないのよ。私のレシートがそれを証明してしまったわ。一度目に書斎に訪れた夏日姉さん、そして二度目に私と訪れるまでの間、書斎は完全に密室で、密室開封後には失踪している。これで夏日姉さんが犯人じゃないというなら、どんなトリックがあるっていうの？だから65点なんだよ、エヴァおばさん。じゃあここでチェス盤をひっくり返すぜ。どうやって外部からじい様を失踪させるかじゃない、どうやって内部からじい様が失踪するかって考えるんだ。扉にはレシートが挟まれていたから使用されていない。窓も出ることはできても外側からは施錠できず、しかもエヴァおばさんは書斎を訪れた時に窓の施錠を確認している。だから窓も使用されていない。その時点では確かに書斎は密室だった。これは認めるしかない。だがしかし、書斎は永遠に密室だったわけじゃない。レシートの封印さえ解かれれば、扉は使用可能になり脱出可能になる。つまり夏日おばさんがどうやってじい様を失踪させたかじゃない、どうやってじい様は書斎を脱出したのかって考えるんだよ。じい様の書斎はただの書斎じゃねえんだよな。源氏さんの話じゃ、トイレからキッチン、ベッドルームまであるちょいとした家並みじゃねえか。例えばベッドの下にでも潜って隠れた、おばさんたちは部屋からいなくなったと思い込めるぜ。エヴァおばさんもそこまで調べてきたわけじゃねえだろ。そしておばさんたちは失踪したと思い会館へ戻る。この時レシートはもうない。つまりじい様は密室である間は部屋に隠れ続け、エヴァおばさんたちをやり過ごした後に部屋から脱出することでこの密室を破ることができる。何？
何よそれ。どうしてお父様がそんな妙なことをして部屋を抜け出さなきゃならないの。荒唐無稽にも程があるわよ。ああ荒唐無稽かもな。だがそれでも夏日おばさんが濡れ衣かもしれない可能性は示してる。エヴァおばさんのレシートは完璧じゃねえ。チェスで言えばチェックくらいにはなったろ。だがチェックメイトじゃねえ。そして俺が最高に気に入らねえのは、それを夏日おばさんに釈明しろと迫って、それができなきゃ黒だって断定しようとしたエヴァおばさんのその論法さ。それがまかり通るってんだな。この後ろ宮バトラ、ここでもう一回チェス盤をひっくり返させてもらおうじゃねえか。エヴァおばさん、あんたの論法によるならよ、あんたと秀吉おじさんが昨日親父たち6人を殺害してからのこのことゲストハウスに帰ったんじゃないってことを、この場で釈明してもらわなくちゃならねえぜ。夏日おばさんに釈明を強いたんだ。あんたにはもちろん自身の潔白を釈明できるんだろうな。じい様の遺産が全部転がり込むエヴァおばさんよ。そうだぜ。エヴァおばさんだって十分怪しいじゃねえかよ。母さんがじい様の最終目撃者だから怪しいって言うなら、エヴァおばさんだって父さんたちの最終目撃者じゃないか。バトラの言う通りだぜ。自分たちは殺してないってことを証明してみせろよ。僕もお母さんの推理は少し勇み足だと思うな。レシートの件は確かに重要なヒントだと思う。でもそれはバトラ君の言う通り、夏日おばさんが何がしかの犯人であることを断定できるものじゃない。僕たちは等しく全員が容疑者なんだ。夏日おばさんだけが責められる道理はない。誇り高きお父様が床に這いつくばってベッドの下に？そんなざれ言で説明がつくと思って？それならエヴァおばさんが先に説明しろよ。6人を誰がどうやって殺して、そして自分が関わっていないという証拠を示してみろってんだ。お嬢様、お嬢様。ジェシカ、しっかり。ナンジャ先生。ジェシカさん、吸入器を早く。私が持ってきているのがあります。兄貴、ジェシカってこんなに喘息ひどかったっけ。ここ数年でだいぶ悪くなったんだよ。大丈夫な時はいいんだけどね、突然発作が来ると咳が止まらなくなるんだよ。お嬢様、お薬です。さあ。大丈夫かよジェシカ、びっくりしたぜ。大したことねえよ。心配すんじゃねえぜ。確かにバトラ君の言う通りかしら。夏日姉さんが疑わしいように、私たちも疑わしさを拭えていない。それを今議論し合うのは確かに不毛ね。明日警察に全てを任せれば済むだけの話よ。でもバトラ君だって知りたいんじゃないの、犯人を。
大切な人を失った痛みを思い知らせてやるために1秒でも早く知りたいんじゃない？それは否定しないです。これだけの上等を決めてくれやがった野郎は、たとえ1日であったとしてものさばらしたくはない。でもだからといって18人の中の誰かを疑いたくはない。さっきはああ言ったが、俺はエヴァおばさんだって疑いたくない。俺にとってのエヴァおばさんは茶目っ気があっていつも楽しくさせてくれる最高のおばさんだ。そんなおばさんとこんな罵り合いはしたくねえ。ここにいる誰だってそんなことは望んでねえはずさ。だろみんな。バトラ君に同じ意味のない罵り合いだね。多分これだけの人数が朝から一ところにずっと集まってるからみんなストレスが溜まってるんだよ。でしょうな。無理もないことです。言ってできるものではありませんが、なるべく皆さんリラックスしましょう。エヴァ、わしらも頭を冷やすべきとちゃうか。レシートの件は確かにお父さんの失踪を探る上で重要な手がかりになると思うで。警察が来たら話すといいやろ。そうね、そう、レシートの一件でつい鬼の首を取ったような気持ちになっちゃったのね。確かに夏日姉さんだけを疑うのはフェアじゃないわ。私たちだって等しく疑わしい。でもね、バトラ君、レシートの話だけは本当よ。これ忘れないでね。そしてこれがどういう意味を持つかもう一度よく考えてみてね。結局私たちはこんな推理ごっこしても意味はないのよ。だってどうせ警察が全て明かしてくれるんですもの。これ以上夏日姉さんも私の顔を見ていたくはないでしょ。私も同じよ。確か姉さんは昨日ゲストハウスに帰らなくて済むようにって客室を用意してくれたのよね。あそこはバスもトイレもあるし、鍵もチェーンもかかる、横になれるベッドもあるし、主人もマリアちゃんとチャンネル争いをせずにテレビを見ることができるわ。お好きになさるといいでしょう。でもくれぐれも用心を。ありがとう姉さん。そして余計なお世話よ。姉さんはみんなの監視をよろしくね。犯人はこの中に必ずいるんだから。そして姉さんも自分が監視をされていることをお忘れなく。捨て台詞はそれで十分ですか？十分よ。じゃあね、夏日姉さん。源氏さん、夕食になったら呼んでね。それまでチェーンをかけて閉じこもってるわ。源氏、カノ、お二人を客室までお送りを。結構よ。送り狼なんて嫌だもの。むしろ私たちが部屋に行くまで誰もこの部屋を出ないでくれる方が安心よ。ジョージ行くわよ。僕はここでみんなといるよ。ジョージ、この部屋に犯人がいるのよ。そんなところにいるつもり？この部屋を出るということは親族の誰かを疑うのと同じことだよ。僕はあんな恐ろしいことができる人間が親族にいるなんて信じない。ジョージ、あなたからも言ってやってよ。ジョージももう一人前の男や。そのジョージの仁義がこの部屋から出えへん言わせるなら、それも買ってやろう。好きにさせたれ。父さん。
今なら信じるぜ。ほう。手紙も殺人もすべてベアトリーチェの仕業だ。いや、むしろ頼むからそうだと名乗り出てほしいぜ。19人目の仕業ってことにさせてくれ。じゃなきゃ俺たち18人はいつまでも互いを疑い合わなくちゃならねえ。これなら19人目の存在を信じる方がマシさ。扉も窓も開けずに爺様を外へ連れ出すなんて、ベアトリーチェならお茶の子さいさいなんだろ。そうだよ。魔女の前に扉の鍵なんて何の役にも立たないんだよ。ベアトリーチェは72中の全てに精通する。33位のガープは望む相手を望む場所へ瞬時に運ぶ力を与えるし、彼女にとってどのような密室に閉じこもった人間だろうと連れ出すことは難しいことでも何でもないんだよ。魔女はすげえな。頼むから、もしまだ事件を起こす気なら絶対に人間には無理なことをして俺に19人目を、いや魔女の存在を信じさせてくれよ。いいよ、あったら伝えておくよ。